康的な感じで美味しそう。気づくと結構豪勢になっております。よろしくお願いします。こんなすごかったっけ。ここ世界一広いんですね。そんなことが。おじいさんの演奏してるのすごく好き。ありがとうございました。おはようございます。無職旅です。2022年9月12日チェコのプラハにいます。今朝は4時半に起きて、それからシャワーを浴びたりブログを書いたりしていました。時刻は7時14分。楽しい楽しい朝食に行ってきます。健康的な感じで美味しそう。これはなんだ、パンケーキ自動作り機これが完成形ですかね。面白い。パン類も豊富にあります。こっちはスイーツ的な感じかな。果物もありますね。サラミとかハムとかチーズもさすが種類が多い。1巡目、かなり控えめにしたつもりだったんですけど、気づくと結構豪勢になっております。種類が多くて全部は持ってこられなかったんで、まあ厳選したのがこれらになるんですけど、どれも美味しそうです。ではいただきます。まだサラミと焼きトマト食べただけなんですけど、すごく美味しくて感動してます。いやーでもな、ここで食べ過ぎちゃうとお昼食べられなくなっちゃうし、ある程度セーブしないといけないのが辛いところです。では続けていただきます。2巡目はカプチーノと、これはケーキだと思うんですけど、何ですかね、油揚げではないですよね。ごちそうさまでした。全部美味しかったけど、チーズとクロワッサンが特に絶品だったなと思います。大満足。では行ってきます。今日は無職旅 T シャツです。お願いします。よろしくお願いします。9時15分、バスに乗って出発です。9時31分、プラハ城の近くでバスを降りまして、これから日本語ガイドツアー開始です。プラハ城のちょっと西側にある修道院なんですけど、ここがあの場所です。美しい図書館があるところ。世界回っていろいろ来てビニールとかワインとか動したんですね。はい、どうぞ。はい、エッフェル塔っぽい塔です。あちらがプラハ城です。こちらの方が描かれた絵だそうです。こちらの修道院、おそらくプラハで4番目ぐらいの観光スポットだと思うんですけど、なぜか僕は来たことありませんでした。で、なぜかの理由をちょっと考察したんですけど、場所的にルートにちょっと組み込みづらいのかなとか、あと地球の歩き方の取り扱いが小さめだったのかなとか、そんな風に思いました。修道院のこの階段降りてきて、広い道になってすごく可愛いカフェがあります。あ、ホテルって書いてある。教会の中に泊まれるそうです。こういうのは珍しいですか。珍しいです。他の参加者の手前、僕もつつましくおとなしめにしてるんですけど、本当はね、感情をあらわにしたい、弾けたい。もうね、だって、ね、ただの扉とか柱とか岩盤とか取ったってこれですからね。ヨーロッパですよ、チェコですよ。でピルスナウルケルの看板もあるし、やばいっすね、涙出そうっすね、感激ですね。ですねっていう言い方で同意を求めるナレーションも変だと思うんですけど、分かってくれますよね、この興奮が。あ、ここに出るのね。9時59分27秒なんですけど、ちょうど衛兵交代式やっています。かっこいい。
というわけでこちらプラハ城なんですけど、まずはその隣にあるスターバックス、スターバックスがあるのは知ってたんですけど、入り口がここで入っていっていうのは初めて知りました。あの旗があると大統領が、はい、チェコ大統領が国内にいるということです。ないと海外に出るということですね。プラハ城の敷地に入ります。セキュリティチェックがあります。含めるとでも世界一広いんですね。へえ、知らなかった。敷地に入りました。憩いの場っぽい雰囲気もありますね。セビド大聖堂、セービート大聖堂入ります。わあ、すげえ、こんなすごかったっけ、ここあちらにあるのが有名なミュシャのステンドグラスだそうです。僕がいるのは無料エリアで、チケット買った人はあそこのゲートから入れます。今回は時間の都合上我々は入らないことになりました。最初に奥の方を作って、時代とともにどんどん手前に増築していったから、だから700年ぐらいかけて作って、こっちが一番新しいそうです。いやー、そういう話を聞けるのもこういうツアーならではなので非常に有意義です。セービート大聖堂の見学を終えて先に進みます。じゃあ歴史的な場所であり、ここは政治的な場所でもあるから、まあ、特別、ヨーロッパの中でも特別なお城、ね、旧王宮。ここは中見ると博物館だったかな。天井が高いんですね。で、もう乗って入りました。え、そう、そのために天井が高くて、あの階段のステップが人間のステップじゃなくて馬のステップに合わせています。ドリデンプラハ城の北門から出てきました。北門から入場もできますけど、ここから入るとあんまりワオエフェクトはないんですね。北門の方が楽しいんですね。あ、のどか。あそこがトラムのバス停、違う、トラムの停留所です。11時6分、カレル橋のこっち側かの停留所で降りました。ここから混むのでスリにお気をつけくださいとのことです。え、っていうか混んでるんですか。混んでるんです、ね、そもそもで、いいことですね。やべえ、大変なことに気づいてしまった。僕これからカレル橋渡るんですよこのやばさが伝わってる人はあんまりいないかもですけど、とにかくやばい気持ちの興奮があります。例えば前回のベトナム旅、ホアンキエム湖に着いた時に、ああベトナムにハノイに帰ってきたって感じがしまして、その前のタイ旅ではカオサン通りでそれを思いましたけど、プラハはカレル橋がそれに相当するんじゃないかと思ってきました。もう鳥肌立ってきましたよ。いよいよカレル橋に入ってしまいます。書くと並ぶとピラミッドになるってるでしょ。1357975311、ルーはこのカレル橋を作ったカレル4世の王様が占い、マジック、シンボルが大好きだったんですね。そのためにその日付と時間をよく考えて朝スタートですね。そんなことが、ああ、カレル橋、ブルタバ川、お店結構重要です。絵描きさんとかね、音楽の人は今いらっしゃいませんけど、こうして観光客でにぎわってる、いいプラハだな、僕の大好きなプラハだなっていう感じがして嬉しくなります。なかなか覚えれないです。
ワンちゃん、まあ、ワンちゃんは可愛いんですからワンちゃん触ってもいいんですけど、はい、運が良くなるのはあの落とされてるヤンネコの使いですね。運が良くなります。あと可愛いからワンちゃん、ヤンネポムツキーが落とされた場所がこちらだそうです。いつも観光客の列がこっち。時刻は11時30分になりまして、今日はいい天気で、僕 T シャツにジャケットなんですけど少し暑いなと思ってきました。可愛らしいアクセサリーのお店に、こちらはフォトのお店、またアクセサリー屋さんがあって、あ、音楽の人もいる。しかも物静かで上品な曲です。わあ、おじいさんの演奏してるのすごく好き。あの柵に鍵がかかっているのは、本来はこの場所歴史的な由来なくて、パリとかから伝わった、まあああいうやつなんですけど、プラハ市担当者の方がいて、週1ぐらいで大きなハサミ持って外しに来てるそうです。あのコロナ前と比べて今プラハの観光客はどれぐらい戻ってきましたか？ 80%。 まあアメリカ人はもう結構戻ってますね。でも日本人はほとんど全然、中国人はほとんど全然。こちら修道院だそうで、入るのというか通るの初めてです。え、こちらは1755年って言ってたかな、毎日温度を測ってる施設だそうです。一見すると何でもない場所にそんなエピソードが隠れてるとは、さすがチェコです。あ、これであの通り出るんですね。一番狭い建物です。へえ。救出一番狭い、長いですね、細長いです。新しい発見たくさんで面白い。旧市街広場です。旧市街広場です。ああ、帰ってきた。非常に古くて、一番古いのが700年前。あと10分で12時なので、からくり時計見ようと思ってたくさんの観光客で賑わってます。ただ結構混雑する上にみんな上見ちゃうから、こういう時スリには要注意です。本当だ、バランスが、教会ごとの宗派の違いだったり歴史だったり、いろいろ興味深い話を聞かせていただいてます。ここら辺に来ると懐かしい光景いっぱいです。で GPS がついてます。スプレーとか、はい、あの大きなパンダとか。そう、大きなパンダで、プラハシが嫌がってて、ええ、去年から禁止に、去年はい、だそうです。これは建築のキュービズム様式です。お、建築のキュービズム様式はチェコでしか見ることができません。へえ。火薬塔、こちら市民会館なんですけど、あのテラスからチェコスロバキアという国が生まれましたという発表があったそうです。僕はまだ入ったことないんですけど、ツアーで中見学できてとても素晴らしいそうです。音楽のプラハの春のオープニングもここであるそうです。強くお勧めされました。ありがとうございました。素晴らしいガイドさん。メインディッシュのグリルドウィールスパイダー、わー、ゴッホの作品。